こです。今日はじゃん、こちらスターバックスで、9月4日発売のね、新作のフードとか食べたいもの買ってきたので、思う存分食べたいと思います。食べながら雑談もしつつ、まあゆるい動画になるかなと思うんですが、まあ、食べていきたいと思います。もうね、いつもスタバのフードどれも美味しいですけれども、もう特に美味しそうなものがいろいろあった。飲み物も新しくね、焼き芋のフラペチーノみたいな売っていたんですが、今回はね、フードを楽しみたかったんで、ちょっと飲み物は甘くない飲み物、大好きなソイラテ買ってきました。ソイラテソイラテのグランデサイズで買ってきたフード、キノコクリームのチキン&モッツァレラ石窯フィローネ、パンプキンのスコーン、スイートポテトのパイ、美味しそう。これは新作じゃないんですが、美味しそうだったので買っちゃいました。ブルーベリーベーグルサンド、スイートポテトのシフォンケーキとモンブランのケーキ買いました。美味しそう。ちょっと並べていきます。どうぞ。美味しそう。いただきます。ソイラテからいただきます。スタバのソイラテ久しぶりに飲んだ。めっちゃ美味しい。そうそう、今日ね、なんでこんなねスタバのねフードいっぱい買っていっぱい贅沢したかったかっていうと、まあ、新作出たっていうのもあるんですが、私ねメニエール病っていう耳の病気が治りまして、治りました。もう健康に感謝、もうお医者さんに感謝。再発しやすい病気みたいで、疲れとかストレスとかをね溜めないようにしてくださいってお医者さんに言われたので、とはいってもね、小さい子子育てしてるんでね、無理しない生活っていうのが無理なんですけど、まあまあほどほどにね、肩の力を抜いてまあいきたいと思います。去年も出てたかな、去年も食べたような気がする。こんな感じで、キノコが入っているっていうね、チキンとキノコが中に入っている石窯フィローネ、割るとこんな感じ。美味しそう。よし、いただきます。美味しい。もうキノコの旨味たっぷりっていう感じ。もうキノコの美味しい味がもう凝縮って感じ。チキンの味もモッツァレラのねコクのある感じも合わさってめっちゃ美味しい。いやー、美味しいものを食べるってやっぱ必要ですね。本当に幸せ。キノコ、何キノコ入ってるの？なんかね、何種類かキノコ入ってると思う。レンジで40秒ぐらいね温めて、ちょうどいいかも。あんま温めすぎるとパンがね固くなっちゃうかなと思って40秒ぐらいにしたんですが、いい感じ。ちょっとカリッとした感じが欲しい方はオーブントースターでちょっと焼いても美味しいみたい。パンのもちもちした感じも美味しい。結構肉厚なチキンが入っていてね、食べ応えありますね。この石窯フィローネ1個590円もするんですね。高っ。贅沢。もうスタバが贅沢品ですね。いやでもね、それだけの幸せがあるからたまにはいいんじゃないでしょうか、という贅沢もね。おいしい。ソイラテによく合うわ。まだ半分あるんですけど、ちょっとこれはね旦那さんに取っておいて、これめっちゃ美味しそう。このパンプキンスコーン食べてみます。割ってみましょう。おー、はーい、こんな感じ。なんかかぼちゃの皮っぽい感じもありつつ、かぼちゃのこう果肉っぽいのも入ってますね。いただきます。めっちゃ美味しい。美味しい。最高。なんかちょっとシナモンっぽい香りもするかな。かぼちゃがね練り込まれてる生地でね、ハロウィンパーティーとかに持ってこいっていう感じの、ハロウィンのなんかお菓子っていう感じの味。いや、このスコーン、いや、なんかいくらでも食べれちゃうわ。あのかぼちゃの果肉もありつつ、でもこうスコーンのなんかサクサクサクふわっていう感じも残しつつ、すごいですね。かぼちゃのスコーンを自分で作ろうと思って前作ったら、なんかすごいしっとりしすぎちゃってうまくいかなかったんですよね。だからかぼちゃを練り込むのは少量で、こういう果肉を残す感じで作ったらいいんですね。なるほど。なるほどって言いつつあんま多分作んないけど。
これはめっちゃ美味しいわ。双葉のチョコのチョコチップスコーンもねめっちゃ好きですけど、これも大正解。雑談するとか言いながらあんま雑談しないでひたすら食べちゃう。スイートポテトデニッシュ食べてみます。これはね売ってる店舗と売ってない店舗あるみたいなんですけど、ちょっとこれ手で割れるかな。ほっ、あ、なんか思ったよりこうしっとりしたデニッシュですね。こんな感じ。デニッシュの上にスイートポテトのクリームが乗ってる感じですね。いただきます。このさつまいものスイートポテトのクリームめっちゃ美味しい。このデニッシュ生地はそんな甘くないんですけど、このさつまいものクリームがね結構ちゃんとしっかり甘いので、もう合わさった時超めっちゃ美味しい。下のデニッシュ生地もしっかり結構ね食べ応えある。これもお腹膨れるわ。この秋のこのさつまいもとかかぼちゃとか、まあ、栗とかそういうホクホク系ってもう最高ね。めっちゃ好き。食欲の秋だわ。チョコレート系のフードだったらブラックコーヒーがいいんですけれども、ちょっとね今回のはソイラテが合いそうだったんでソイラテを選んだんですが、大正解、めっちゃ合う。おいしい。じゃあこれも半分はねパパにあげます。よし、次はこちらは栗とほうじ茶のモンブランです。ほうじ茶っていうことでモンブランのクリームの上になんかほうじ茶の茶葉っぽいパラパラがかかってますね。珍しい。栗とほうじ茶のハーモニーってどんな感じなんだろう。なんかすごい食べたことないかな。お、柔らかい。中にね白い生クリームが入っていて、モンブランのクリームが上にあって、下はほうじ茶のムースみたいな感じかな。で一番下にクッキー生地みたいなのが下にあります。ちょっと贅沢に一口大きくねいただきます。あ、めっちゃ美味しい。すごい合う。なんかコクのあるモンブランの感じとほうじ茶の香りがふわっとしてね、めっちゃ合うじゃない。めっちゃ美味しい。計算されて作られてますっていう感じ。美味しい。ほうじ茶と栗のモンブランのケーキって食べた記憶がないかも。めっちゃ美味しい。まあ、ケーキだからねもちろん結構しっかり甘いんですけど、甘いだけじゃなくてね栗のなんかねっとりした感じと、で中のねホイップクリームとほうじ茶のムースはねふわふわでね、なんか口の中で溶けていく感じでめっちゃ美味しい。なんかほんとプロの味って感じ。まあもちろんプロが開発したんですよけど、めっちゃ美味しい。いやこれぜひ皆さん食べてほしい。めっちゃ美味しい。おすすめ。このブルーベリーのベーグル、はーい、ブルーベリーのベーグルの中にクリームチーズが入ってるっぽいんですよね。こんな感じで、あーら素敵。ブルーベリーが結構しっかり入ってますね。もういただきます。もっちもちのベーグル生地の中に結構フレッシュなジューシーなブルーベリーが入っていて、クリームチーズがそこにクリーミーな感じで合わさって、でもクリームチーズの主張は弱めかな。クリームチーズって結構酸味とかねガツンってきがちですけど、そんなことなく、なんかすごいちゃんと合わさってるっていうか、そんなにクリームチーズドーンって感じの味じゃなくて、うん、とにかくなんかまとまってる味。どこ上から目線ですけど、めっちゃ美味しい。これも朝ごはんにいいですね。いや朝ごはんにスタバ行ってベーグル食べてコーヒー飲むみたいな生活ね、朝から1000円ぐらいかかっちゃうけど、セレブですね。美味しい。いや憧れるわ。最後はこちらのスイートポテトバニラシフォンケーキいただきます。
この上にスイートポテトのクリームが乗っていて、周りにバニラの、ちょっと見えますかね、てん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 ってバニラの入ったクリームが塗られているシフォンケーキですね。美味しそう。おお、ふわふわ。いただきます。いや、これも美味しいわ。スタバの商品開発の方天才じゃないですか。もう全部美味しい。あんなこうバーって並んでて、作ってから時間経ってるはずなのに、なんでこんなに美味しいんだろう。すごくない？シフォンケーキのね、ちょっと甘さ控えめのふわふわ生地に、このバニラのクリーム、甘いね、バニラのクリームと、で上にねスイートポテトのクリームとってね、ほんとコーヒーに合うわーっていう食べ物ですね。めっちゃ美味しい。いや、めっちゃ美味しい。新作のフード今回全部食べてみて、おすすめは、一番のおすすめはこれっていう感じで言おうかなって思っていたんですが、なんかもう全部美味しくて、もうどうしよう、もう全部で、クオリティも全部高すぎて、もう全部美味しいっていう感じ。300円台の中のフードだったらスコーンかな、スコーン食べるかな、スコーンがすごいおすすめかな。ケーキはね、どっちもモンブランもこのスイートポテトのシフォンケーキもどっちも美味しい。幸せホルモンドバドバっていう感じ。もう最高。ソイラテも美味しい。なんかやっぱりごちそうさまでした。なんか、ね、雑談しながら食べるって言いながら黙々と食べて、なんか商品レビューするみたいな動画になっちゃったんですが、ちょっと残りの時間ちょっと喋るだけの映像になるかと思うんですが、ちょっと雑談します。これからのね、YouTube の活動についてなんですが、ちょっと耳の病気で、まあ、お医者さんにちょっと休んだ方がいいですってなって、ちょっと休んでた期間、ゆっくりしてる時間で、いろいろね、こういう動画作りたいな、ああいう動画作りたいなっていうね、アイディアがね、もりもりね、膨らんできてね。そう、だから、休むっていうのも、ほんと無駄じゃないっていうか、なんか新たなことがひらめいたりするなと思った、休むことで。そうだから、その休んだ期間にひらめいたことをまたね、動画にしたいと思います。りなこチャンネル初期のね、動画と今とではだいぶなんか YouTube の時代とかも変わってきて、私の好みとかも変わってきて、最初の頃の動画と今の動画ではね、またね、違ってきたりとかしていると思うんで、これからもね、りなこチャンネルどんどんね、変わって進化し続けていきたいなと思っているんですけれども、こういう企画やりたいみたいな、なんだアイディアはいっぱい浮かぶんですけど、それを作る、その動画を作る技術が私には足りなかったりとか、体力も足りなかったりとかして、そういういい動画を作るために、なんかそういう技術ももっとね、もっと上げていきたいし、体力ももっとつけたい。体力ももっとつけたい。私36で、もうね、今年37になるんですけど、なんかがむしゃらに頑張るとかじゃなくて、なんかもっとちゃんとね、トレーニングとかして、簡単に病気にならない体作りしたい、健康づくりしたい。なんで、ね、若い時はなんか気合でどうにかなるとか、仕事いっぱいすればどうにかなるとかあったけど、気合とかじゃなくて、健康管理をしてしっかり睡眠とかとって、休みも取りつつ、体力づくりとかもしつつ、ちょっとね、頑張りたいと思った。皆さんの好評な動画の企画はやりつつ、新たな動画とかも作りたいなと思ってます。なので、これからもりなこチャンネル頑張ってまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じでスターバックスのフードを食べながら、もうね、ほんと幸せな気分になりつつ、これからの YouTube 活動についてみたいな動画、お話をしてみました。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。よいしょよいしょ。ちょっとこれちょっとタンクトップすぎる。よいしょ。こんにちは、りなこです。ちょっとボロボロ、もういっか。